サッカーファンの皆さん、こんばんは。ガンバ大阪対浦和レッズ、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。それと攻めの動きだけではなくて、ディフェンス面も見ていきたいですよね。はい、ガンバとしては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよね。なるほど。そろそろ試合が始まります。キックオフです。スタートです。それでは両チームの立ち上がり、早速見てまいりましょう。中央へボールが出てきた。つながります。ピンチを逃れました。戻して米倉、抜けない。柏木、遠藤、庭、岩下、米倉、右、明神、このボール カウンターを仕掛けます。硬い。ここで奪う。ボールを奪う。ナス、右に。さあ北澤さん、ガンバ少し押されている感じでしょうか。そうですね、まだこれからですけどね、もう少しペース上げてもいいと思いますよね。はい、ここスペース見つけたいですね。頭でクリアします。ワンタッチ、岩下、米倉、左側攻め込んできます。ここはなんとかクリアです。これは弾き返されます。これはファールを取られましたか。バックパス、浦和、今のところ0対0。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。ああそうですね、危ないところでした。今度おっと奪った。長いボール前線へ、つながりません。
左、ああいいカットでしたね。牧野右、阿部、左サイドです。いいディフェンスを見せます。関口、さあ右サイド合わせてポスト直撃。さてコーナーキックに変わります。上げるのは柏木、さあゴー、敵地で主導権を握ります。完璧なヘディング、初めてのコーナーチャンスから決めてきました。しかしね、最初からバッチリ合いましたね。さあリプレイ画面が流れています。あと北澤さん、ガンバ、浦和、先制ゴールで1点を得ています。浦和としてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。奪います、阿部、関口、浮き球で来た、これはファールです。柏木、後ろへ流して二川、いいですね、うまくスペースを潰しましたよ。よく守ります、抜ける。さあ右サイド、北澤さん、ガンバ今のところ1点のビハインド、この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。エリアの右、奪う、今野、三輪、宇佐美、遠藤、読んでいます。さあスペースを狙う、ああいいボールですよ。ここで受ける、パス交換、明神、ガンバ、1点を先制されてから何か変わっていますか。1点取られてから若干硬くなってますかね。中央から上がっていった、シュート、絶好のチャンスでした。関口、今日の意気込みが感じられるシュートを放っていきました。そうですね、でもうまく蹴りましたよ。関口、最後に打っていきました。ヘッド、倉田、三輪、ワイドに展開してきますね。二川、これは激しいタックルです。ガンバ直接フリーキックを得ています。関口、
さあ左へ出してきた。ここはキーパーまで戻し組み立て直します。前線へ長いフィードですが誰もいない。右、ここで前半終了。さあ北澤さん、はい、浦和先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか？そうですね、本当にいい雰囲気で折り返せたと思いますね。後半スタート、両チーム交代はありません。抜き去ります。一人で持ち上がっていく明神、牧野、戻す、庭、前線へ、左、取り返した。鈴木、関口、左、真ん中開きましょう。ポストをわずかにかすめていった。しかし北澤さん、実に惜しい場面でした。うまく抜けたんですけどもね。浦和ここぞというチャンスを逃しています。倉田、ファールを取られました。さあこの位置でのフリーキック、ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。これを決められない。さて北澤さん、今のシュートなんですがやや遠いところから打ってますね。そうですね、しかし今のなんかはね、一回他へ渡してからでも良かったかもしれませんね。浦和非常に危ないところでした。戻す、中央からいった、戻す、柏木、危ないところでした。これはタイミングが合いません。ファールです。左へ、柏木、中央から上がっていきます。前線へ、届くか、おーっと来た、惜しい。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。あとは正確性ですね。岩下、右を使って遠藤、庭、今野、ボールは届くのか、抜けない、米倉、ドリブルで上がっていく、縦にヘッド。いやー北澤さん、もうほんとそのまま行きそうな感じだったんですけれどもね。形としては最高でしたけどもね。ガンバスルーからのチャンスを逃しています。関口、浜田、那須、阿部、一旦戻す、
浦和真ん中から上がっていこうというところ、中には一人ゴール。後半の20分、浦和リードを広げました。今日2本目を決めた。相手のブーイングが鳴り響きます。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね。さあ画面にはリプレイが出ています。しかしうまく決めました。そうですね。浦和2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕がありますからね。抜ける、さあどうする、田川預けて、ふわっとしたボール、中央にいるぞ、よく守っている。ボールを奪い、長いパス、ここはつながりません。宇佐美、ここでもつながる。硬い。取り返した。ディフェンスに合いました。ボールは戻り、阿部、倉田、守りが固い、固い守りだ。さあ北澤さん、何でしょう。ガンバこの時点で2点の差をつけられています。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、負けてはいますけど、動き自体はそれほど悪くはないんですよね。通った。クロスが入る。弾いた。シュート。決まった。ガンバ。1点のところまで追い上げてきた。追撃のゴール。また試合の行方が分からなくなりました。しかし北澤さん、ディフェンスの立場で言うと、ああいうボールになった場合どうしても前に行っちゃうんでしょうか。そうですね、まああれだけこうゴール前でね、ダイレクトに叩かれたら、なかなかディフェンスも追いついていくことができませんから、どうにもならなかったのかもしれませんね。さあガンバ点差を縮めました。あと1ゴールで同点です。ディフェンスに合います。堅い守備、預ける、宇佐美、右サイド上がっていく、中に人がいる、
いい守りを見せました。左から上がっていけるか。ここで選手の交代があります。左側上がっていきます。ボールは戻り、遠藤、今野、遠藤、バックパス、牧野、前には一人います。さあチャンスを迎えている。さあ一人で上がっていく。自分で行くのか、自分で行くのか。弾き返される。打って打ってきた。まあちょっと遠かったですけどね、悪い選択ではないですよ。あっとここで終了の笛です。浦和勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。しかし北澤さん、今日は最後まで目の離せない試合になりましたね。